MBS ドラマトック枠で8月3日より放送がスタートするトラビスジャパンの松田玄太と大原桜子の W 主演ドラマ結婚予定日の P 主題歌がトラビスジャパンの新曲99%に決定合わせて音源初公開となる予告映像が公開された本作は小説投稿サイト エブリスタで総合ランキング1位を記録した西原コロモトによる小説をムノがコミカライズした同名漫画を連続ドラマ化するラブストーリー。恋に不器用なアラサー女子と年下イケメン後輩による両方思いのピュアな恋模様を描く。26歳で結婚27歳と29歳で子供を産み温かい家庭を築く。という理想を夢見ていた河合よしこ。 大原桜子は、29歳の誕生日直前に3年半付き合った恋人大輔、古谷ロビンに比べてしまう。失意のどん底にいたよしコは、従前、部署一のイケメン後輩結城新真、松田玄太、問い合わせそのままカフェで話すことになり、結城から突然、1年でお相手ができなければ私と結婚しましょう。と提案をされて、秘密の社内婚約状態に、 ミステリアスな後輩と結婚の約束をしてしまったアラサー女子ヨシコの運命はどうなってしまうのか。クールで感情が読めないため周りからは愛と言われる営業部一のイケメン勇気心シンシンをトラビスジャパンの松田、勇気と同じ営業部で働くアラサー女子川わいヨシコを大原が演じる。そして、正木玲也、大原優の小島リリアンズ、宮沢美穂、野崎智子、佐藤優優 ロル、フルヤロビンラがキャストに名を連ねた。監督を務めるのは映画、白夜行や神様のカルテシリーズ、ドラマ、虹色カルテ、テレビ朝日系、星降る夜に、テレビ朝日系、などの深川坂井広志ら。脚本は、ドラマ、妖怪シェアハウス、テレビ朝日系、などの私はやらが手掛ける。本作の OP 主題歌が昨年、 全世界デビューを果たした松田が所属する Travis j a の新曲99%に決定。本楽曲は深川監督からラブコメドラマの主題歌という予想を裏切るエジの効いた攻撃的な楽曲にしたいという要望のもと書き下ろされた。トラビスジャパンとしても TV ドラマ初主題歌となり松田からも いつかドラマの主題歌をやりたいねとメンバーと話していて、その夢が今回、結婚予定日、でかない、心から嬉しく思いとてもハッピーで嬉しいです。と喜びのコメントが寄せられた。合わせて公開された予告映像では、トラビスジャパンの新曲、99%の音源とともに、勇気とよしこの姿が映し出されている。 映像は、一年でお相手ができなければ、私と結婚しましょう、という結城のセリフから始まっており、不器用ながら、ヨシコにアタックをする結城と、そんな結城にドギマギとするヨシコの様子なども確認できる。なお、8月3日から放送のドラマ本編では、99%に載せたオープニングタイトルバックが公開される。コメント松田玄太、トラビスジャパン。 ドラマ出演が決まったことは本当に嬉しいですし、これからも頑張っていきたいなと改めて思いました。そして、ラビスジャパンとしても初めての主題歌、99%が決まり本当に嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。いつかドラマの主題歌をやりたいねとメンバーと話していて、その夢が今回、結婚予定日で叶い、心から嬉しく思いとてもハッピーで嬉しいです。この 結婚予定日と共にラビスジャパンの主題歌99%でドキドキな日々を100%の気持ちで盛り上がっていただけることを楽しみにしています。ぜひドラマと主題歌を愛してください。